片さなかな、ちょっと片さな、さっき撮影したとこやからな。よし、ガルシムさんちのカレーとお蕎麦ができた、できました。うん、今度はまたこれ焼くけどね、バイオハザードね。あのね、ちなみに今度大平原の、あのね、パテマニアックスっていう私のね、マニア向けチャンネルがありますね。そちらの方でいただいたものを紹介させてもらってます。カプコンストアからありがとう。あ、七味、七味という名の唐辛子がいるわ。よし、オン、七味オン。というわけでいただきます。とりあえずそば食べたかな。で、結構濃いめの色になってる。ほら、みかんピント合ってっかな、ピント合うかな。ほら、ちょっと関東風、ちゃんと関東風でね、あの濃い色。あー、うまい。やって、そばやっぱこれやわ。うんうん、冷凍そばうまいな。うん、これダルシムさんちのカレーいただきたいと思う。スープを、ご飯もうちょっとお召したらよかったけど、ご飯もうないからな。冷凍炊いてへんかったかな、炊いときゃよかったな。こんだけ入っていいんやったら、もうちょっと硬いな。まあ大丈夫か、いただきます。リギのカレーの20倍ぐらいかな、うん、多分。うん、あ、ハバネロが入ってる、このちょっと痛みかだけど、味としてちょっとやっぱ薄っぺらいね。うん、ちょっと深みのある味ではない。どこが作ってんやろ、ノーツが作ってる、株式会社ノーツ、カレー屋さんじゃないかな。うーん、もうちょっとなんか深い味わいやったらよかったかな。うーん、なんかカレースープみたい。うん、まあ、企画もんですからね、これね、多分ね。うん、カレーなーみたいなね。うん、うん、リーのカレー20倍超える人は多分いけるんちゃうかな。うん、ペヤングの赤い、あのね、今まだ再販してるけど、赤いペヤング、赤ペヤングとかね。うん、このさ、ぜひとも作ってみてください。美味しいから、この出汁関東の方喜ばれると思いますわ。うん、そばは関東風の出汁かなもんね、俺は。うん、あれ、こういう汁物食うとちょっと辛かったんかなっていう、口の中がちょっと刺激あるね。うん、ダルシムさん好きやったよ。うん、一度食ってもいいかな、アリの課長とかね。うん、うん、いや、いわゆる激辛には近いと思うんで、うん、一般的にはね、辛いの苦手な方はお控えください。うん、やっぱこのシャバシャバカレーじゃないねんな、多分俺の中ではな。ゴーゴーカレーとかあんなみたいな、ドロッとしたやつが。うん、好き。
きなのな。昨日までね、結構二日酔いの飲み会のね、後遺症でね胃袋やられてたんやけど、完全復活したな、こんだけ食えたら。今日ちなみに木曜日、どうやろ、これ木曜日だけてっかな、今日ですとか言うかもしれない、今日かもしれんな。公開日、あ、違うな、違うわ、違うかもしれん。仕事暇やしな、編集してもいいかもしれんな。ダルシンソン産地のカレー、もうあったかいそばには冷凍そばいいかもしれない。これ冷やではあんまりかな思うけど、結構醤油とか入れたし、まあまあ飲まん方がいいと思うけど、おいしかった。粘り箸してもた。というわけで、お蕎麦とダルシムさんちのカレーを食べたポテモス協会でした。汗はかいてるよ、結構辛かったから。というわけで、ごちそうさまでした。ポテモス協会でした。